プラス鹿児島ユナイテッド FC スポーツプラス鹿児島をもっと一つにユナイテッドプラスユナプラ鹿児島ユナイテッド FC の応援コーナーユナイテッドプラスユナプラです。久しぶりのこのゲストめちゃめちゃ楽しみにしております。今日はノリに乗っているこの男、自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC 8番長畑優希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノリに乗ってますね。いや、乗ってますか？乗ってるでしょう。ありがとうございます。調子いいですね。チームは調子いいですよ、うん、ご自身も？いや、点取ってないんでまだ乗ってないです。いや、でも気回してますよね。もうね、ドリブルとかパスで、まあ、走るのが最低なことですし、それしかしてない気がします、うん、いや、本当動きを見ているとすごく楽しくなる、はい、そんな長畑選手のプレーですが、はい、ぜひ後半戦も頑張っていただきたい、頑張りますところでございますが、はい、今日はいろいろとまたお話を聞かせていただきたいなと思います、はい、今日もですね、長畑選手のサイン入り焼酎薩摩島美人をお一人の方にプレゼントいたします。ちゃんと背番号も書いてくれました。ありがとうございます。ありがとうございますこれ貴重なね、薩摩島美人ユナイテッドボトルなんですよ。かっこいいですね。かっこいいよね、はい、これお一人の方にプレゼントいたしますので、はい、必ずお名前、住所、電話番号を書いて20歳以上の方に限らせていただきますんでね、ぜひ応募いただきたいなと思います。応援メッセージも待っております。さて、長い中断期間でしたね。そうですね、3週、はい、うん、そうですよね、はい、この中断期間、まあ、いよいよ明けて、はい、明日からいよいよリーグ再開ですが、はい、今どんなお気持ちですか？いや、もう楽しみで早くやりたいって感じですね。やっぱそうなんですね。そうですね、長かったですね。なんかね、はい、いや、サポーターの皆さんも、はい、ユナロスがすごいってユナロスって言うんですユナロスっていうみたいです早く始まらないかなっていう思いでね、はい、サポーターの皆さん、私たちも待ってるわけですが、はい、選手の皆さんも同じ気持ちなんですね。まあ、みんな早くやりたいと思いますね。やっぱり好きなんだね、まあ、試合は楽しいですからね。うん、そうですよね、はい、この中断期間、まあ、3週間およそ、はい、どんなことに特に取り組んでいったんですか？中断前の2試合いい感じで、うん、その試合できて、まあ、その言ったら月なんだ、うん、突き詰める、うんうん、そういう感じでもうやってることをこだわってやろうっていうことですね。やってることは間違ってないんだと。そうです ね、それをやり続けようっていう、まあ、シーズン中とそこまで変わったことはしてないですね、うん、なるほど、はい、やはり最後の3得点取って勝つ試合が2試合連続続きましたんで、はい、すごくいい形で来ているなという印象が中断前ありましたもんね、はい、またこの中断期間でより選手の皆さん、はい、こう一体となって頑張っていく、はい、そんな期間になったんじゃないかなと思いますが、はい、ちょっとお休みあったんですか？休み週1でしたね。あ、週1、はい、その時はもうゆっくりできたんですか？そうですね、まあ、試合なかったんで、うん、まあ、練習試合ありましたけど、はい、言っていいんですか、ね、うん、練習試合ありましたけど、うんうん、まあ、休みはみんなゆっくりしたと思います。あ、よかった。もうそういう期間もなかなかないですからね、はい、本当そこはそこでこうオンとオフでゆっくりできたのかなと思いますが、はい、現在、まあ、後半戦1試合終えたところで、はい、9勝1分け7敗で J3 リーグ第5位という、はい、今順位になっておりますけれども、この成績についてはいかがですか？はい、まあ上位2チームに入らないと昇格できないんで、うん、ええ、まあ納得できる順位ではないですよね、うん、まあでも最後の2試合本当にいい形で終われたんで、うんうん、もう自信になったし、うん、楽しみですね、後半戦。本当そうですよね、はい、すごく楽しみ、はい、もう本当最後の試合とか見たかったもん、まあ、やってても楽しかったですね、やっぱりそういう感じなんですね、はいはい、楽しいとああいう試合になったりするんでしょうかね。そうですね、いや、非常にまた明日の試合が楽しみなところですが、はい、さあ、後半戦でですね、この、初戦になりますけれども、中断明け初戦のホームゲームについて、はい、またじっくり伺っていこうと思いますが、はい、ここでワンクッション、もう大親友のじゃんけんマンのコーナーですよ同級生だよ、同級生なんですよね、じゃんけんマン5歳なんで、あ、そうなんです、同級生あれでしょ、じゃんけんマンのマネージャーと同級生なんでしょ、はい、そう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 いうこと
ね、あの、はい、ゆうきくんゆうきくんっていつもじゃんけんマンを呼んでおりますけど、松陽高校じゃんけんマンのマネージャー松陽高校なんですね。そうですそうです、はい、まあ、サッカー対戦もしたこともあったりするんですか。1年生大会で、はい、そうなんですね、はい、まあ、いろいろじゃあ知っているというところかもしれませんが、はい、そのじゃんけんマンがレポーターとなって活躍している、はい、マッキーとじゃんけんマンのつなこう友情イコースタジアム、一緒に聞いてください。はい、マッキーとジャンケンマンのつなごう友情行こうスタジアム。県立サッカーラグビー場でトレーニングを行いました鹿児島ユナイテッド FC のこの方にお話を伺っていきたいと思います。では自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC29 番野崎純也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの中断期間を終えまして、いよいよ明日からリーグ再開となりますけれども、今お気持ちいかがですか。1ヶ月ほど空いて、まあ、やっとあのまたリーグが再開できるってことで、まあ、楽しみな気持ちが強いです。今日はですね、もうずっと応援してくださっている女性のサポーターから野竹選手に質問が来ておりますので、一緒に聞いてください。クエスチョンリーです。はい、かよこです。普通な人がおすすめするこの選手ってありますか。野竹。おお。あ、おすすめしたい選手としては五稜選手かな。いいですね、やっと。じゃあそんな野竹選手と五稜選手に質問ができます。かよこさん、五稜選手に質問をお願いします。はい、私は地元が霧島市なんです。国分隼人近辺のおすすめスポットを教えてください。おー、いいですね。五稜選手だから聞けることが多分ね、リーさんありそうですよね。そうだね。リーさんから一言言ってみます。五稜選手に、五稜選手に。じゃあ五稜選手に質問は、鹿児島ユナイテッドのサポーター女の子すごい多いと思うんですけど、はいはいはい、見ててどうですか。じゃあ野竹選手にも質問ができます。じゃあリーさんから先にお願いします。野竹選手は今年からプロになってると思うんで突然真面目に、いや、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、カモ池の雰囲気とか見てどういう風に感じてるのか聞きたいです。かよこさんも聞いていいですか。野崎さん、野崎選手の、 あの笑顔をたまに見るんですけど、もうちょっとはっちゃけたらどうかなっていうアドバイスも込みの質問です。あ、はっちゃけてもいいんじゃないかと、もっと笑顔を見せてくれと。はい、鹿児島、イエー、ありがとうございました。鴨池の雰囲気は本当に、鹿児島の人柄が現れているような、本当に温かくて熱いスタジアムのイメージがありますね。地元ですし、もう声援はたくさん聞こえてくるんじゃないですか。まあ、その声援がこう、本当に声援はいつも、まあ、自分感じてるんですけど、まだ余裕はまだないので必死ですね、はい、ですよね。しっかりその応援に応えられるように早くピッチで、まあ、自分のプレーを出していけたらなと思います。選手目線でスタジアムの楽しさ、ホームゲームの楽しさってどんなところだと思いますか。いろんなイベントが行われてたり、まあ19日のホーム戦だったら浴衣を着てくださった方々が無料になるっていった、毎試合毎試合あのイベントを開催してもらってるので、そういった部分でサポーターの方々には楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。つなごう友情孫選手見てくれた、ありがとうございます。ありがとうございました。さて、もう一方今日ですね、インタビューに答えてくれるんですよ。自己紹介お願いします。背番号11番五稜純喜です。じゃあまずはおすすめスポットからお願いします。おすすめスポットですね、まあ定番っていうか、まあ、よく知られてるのはやっぱ霧島神宮だったりっていう感じだと思うんですけど、はい、僕個人としてはあの死体海岸ってあるんですけど、 ありますよね。結構そこでバーベキューとかもできたりするんですけど、まあ、この時期とかだったらそこでバーベキューしつつ、桜島もちゃんとこう見えるんで、すごいこういい景色を眺めながら肉を食べれるっていう。サポーターの女性たくさんいますが、どうですかという質問ですが。そうですね、やっぱりまあ男だ
けの声援よりもやっぱり女性の声援っていうのはより力になる部分も僕たちにとってはあるんで、すごい心強い存在でありますし、まあもっともっと増えればもっともっと僕らもいいプレーできるかなと思うので、はい、長畑選手がいらっしゃいますが、大新への長畑選手に一言お願いします。そろそろシャンプーセット自分で持ってこいって伝えてもらえればはい、それだけで十分です。もう僕のものはあいつのものみたいな感覚であいつは使ってるんで、はい、いい加減持ってこいよっていう風にこれを使って伝えたいです。つなごう友情。はい、どうでしょう。え、シャンプーセット、シャンプーセットはもう高校からの純喜です。え、高校からずっと、ずっと僕は借りてます。だからもう純喜でいいです。もう俺のものと、はい、純喜のものは俺のものと。そうです、そうです。面白い、はい、もう本当仲良しですよね。仲いいですね。飯も一緒に行くし、もうしょっちゅう行ってるんですよね、はいはい、え、どんな話を2人でするんですか。いやもうサッカーの話はほとんどしないですね。しないんだ。プライベートなことばっかり。あのメッセージ長畑選手に来ておりまして、はい、ラジオネームポムさん、はい、初めて試合見に行ったのは JFL だった頃だったんですが、はい、土砂降りの雨の日、内心最悪って思ってましたが、はい、そんな中試合が始まり、たくさんいる選手の中で、はい、ゆうきさんだけがキラキラ光って見えてかっこいい姿に釘付けでした、はい、それ以来ゆうきさん推しになり、今では試合だったり出待ちまでしております。毎回楽しませてもらっております。明日後半戦が始まりますね。ずっとずっと応援してますので頑張ってくださいね。知ってると思いますがゆきさん大好きですと熱いメッセージをいただいておりますが、長畑選手人気がありますね。ちょっと恥ずかしいですね。ねー、でもたくさんのこの声援っていうのは力もらえますね。まあ選手みんな、ね、いろんな人が応援してくれてるし、それは力になってると思います。あ、そうですよね、はい、いやー本当嬉しいメッセージですね。さて、こんな応援メッセージもある中で、いよいよ明日、はい、中断明け初戦を迎えます。ホームゲームで迎えるわけですけれども、はい、明治安田生命 J3 リーグ第19節、はい、AC 長野パルセイロ戦、8月の19日土曜日です。鹿児島県立鴨池陸上競技場にて17時キックオフになりますが、いやこの中断明け初戦、また長野と戦うというのは、はい、特別な思いがありますか。まあそうですね、うん、監督も浅野さんですし、うん、まあ、アウェイで負けてるっていうのもあるんで、ええ、絶対ホームでは勝たないといけないっていう気持ちです。そうですね、はい、まあ、前回は前半で2対1逆転負けしてるんですよね、はい、そういう意味でもやっぱりこれはちょっと胸を晴らしたいなっていうところもありますし、負けられない戦い、そしてこれから負けられない戦いがずっと続いていくと思うんですけれども、はい、まずその中断明け初戦ということで大事な試合になるかと思いますが、はい、相手をこうどのように分析されますか。うん、まあ個人個人本当に技術がある選手が多いんで、うん、その辺とあとセットプレーとかそういうのが高さがあるんで、へー、はい、またいい選手が水戸から加入したみたいですしね。そうですね、経験のある選手が入って、うん、そうなんですよね、2人ぐらい入ってたんで、うん、はい、非常にそこら辺も気になるところなんですけれども、はい、まあでもそれよりも鹿児島だってたくさんの強い力が補強されてますし、そうですね、ね、はい、なんて言っても本当に皆さん勝ちたい気持ちが絶対大きいと思うので、うん、はい、ちょっとここで意気込みを聞かせていただけますか。はい、まあ難しい試合になると思うんですけど、自分たちのサッカーをしたら勝てると思うんで、また見に来てくれてる人も楽しいサッカーを見れると思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。イベントもね、はい、今回はたくさんあるということで、まあ、毎回あるんですけれども、はい、なんか今回はちょっと特別な感じがするのは私だけではないはずです。というのも浴衣でなんか来るといいことがあるとか、はい、そうですね、浴衣とジンベできたら入場無料らしいです、うん、はい、おーすごーい。しかもあれですよね、サマーナイト花火の日だから、あ、いいですね、結構皆さん浴衣をそのままこう着て、まずサッカーを楽しんで、はい、そのまままたちょっと移動していただいて、はい、ね、あの花火をみんなで見るっていうのがいいんじゃないかなと思いますよ。最高の流れだと思います、ね、はい、そしてあのエスコートを今までキッズがやっていたんですが、はい、女性がしてくださるっていうこともね、おー、もうこれすでに決まっているかと思うんですけども、締め切りは終わっているんですが、はいはい、どうですかここら辺。どうなんでしょう ね、 ねえ、どのようにエスコートしてくださるんですかね。初ですよね、女性の方と入ったことないんで、ね、わかんないですけど、
緊張すると思います。ちょっとね、はい、私もちょっとドキドキする司会しながら、はい、長畑くんは誰とね、はい、エスコートしてもらってるのかしらなんて、ね、見るかもしれないんですけど、どうしよう、僕より大きい人だったら私が行こっか。あ、お願いしますねえ、もう楽しみ、はい、ちょっとドキドキ、いろんな気持ちで皆さん見られるのかなと思いますが、まずは浴衣準備でぜひよかったら遊びに来ていただきたいなと思いますし、はい、あと今回はですねスペシャルな企画ありまして、来場者プレゼントなんかも結構あったりするんですよね。そうですね、うん、新しく来た方がなんかポスター、限定ポスターとグッズ500円割引券がもらえるみたいですね。初めて来たという方、はい、これ自己申告ですよね。自己申告でいいみたいです。そうなんですね、はい、じゃあそのブースに来ていただいて、初めて来ましたと言っていただければ、はい、グッズ結構これね500円割引大きいですよね。そうです ね、 ね、はい、そしてなんかシーズンシートパスとかファンクラブ会員に向けてのプレゼントもあるということなので、はい、ぜひ詳しくはねホームページご覧いただきたいなと思います、はい、新しいグッズも結構出てるみたいで、なんかかっこいい、あ、ね、出てますね、ベティちゃんの缶バッジとか出るんですって、はい、ちょっと限定品とか私弱いんでこれね気になるところですけれども、スポーツタオルもね、はい、新しくなるそうなので、はい、ぜひ皆さんブースに遊びに来ていただきたいなと思います、はい、さああっという間の時間ですけれども、最後にこの番組ですが、スポーツプラスという番組になりますので、長畑選手のプラスワード、はい、自分を鼓舞する言葉とかあったら教えていただきたいんですけど。そうですね、マネーです。え？マネー。マニーですか？そうですね。あ、お金？まあお金もですけど、犬の名前がマネーで、まあそれもはい。そうでしたね。はい、マネーちゃんと2匹いるんですよね。あ、もう1匹はユキチっていう、それもちょっとお金っぽいっす。お金っぽい、まさにお金だよね。ユキチのマネー、はい、2匹買って、これなんでマネーとユキチにしたんですか、ワンちゃんの名前。いや、まあお金が好きだと。っていうだけです、本当に。で、大事だよ、お金は大事だよって言うとありますよね、はい、そう、本当に。へー、なかなかワンちゃんの周りにマネーちゃんとつきませんよね。そうですね、うん、かわいい。かわいいです。何犬でしたっけ。トイプードルなんですけど。いやー、かわいい、はい、2匹とも、はい、今一緒にね、はい、暮らしてるんですよね、はい、あー、もうたまりませんね。かわいいですよ。癒し、癒されます。あ、そうですか、はい、じゃあ本当たっぷりマネーちゃんとゆきちさんに、ゆきちさんっておかしいですね、ゆきちちゃんに癒してもらって、はい、明日も活躍、はい、お願いしますね。頑張ります。よろしくお願いします、はい、では鹿児島の皆さん、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。うん、まあ絶対勝つんで、ぜひ鴨池に来て試合を見てから花火に行ってもらったら最高だと思います。応援よろしくお願いします。はい、頑張ってくださいね、はい、楽しみにみんなで応援したいと思います、はい、さあではユナイテッドリクエスト、ユナリクですけれども、はい、これなんでこの曲にしたんですか。一回だけ聞いたんですけど、はい、結構耳に残ったんでこの歌にしました。お、嬉しいですね。ちなみに踊れますか。いや、全く踊れないです。レクチャーしましょうか。あ、ぜひ、今度今度、はい、じゃあ曲紹介をお願いします。DJ ポッキーズでプレシャスメモリーです。ありがとうございます。本当にこれで明日勝利間違いなしです。間違いないです。はい、長畑選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。夕暮れの海辺をあてもなく歩いた日もあったね。みんなの流してた涙はきっと何かを掴んで
さかのリクエストがプレシャスメモリーというね、嬉しかったな。長畑選手ありがとうございました。メッセージ1枚読みましょうね。ラジオネームやえもんさんからファックスいただいています。長畑選手イケメンですよね。5歳の娘ともとも大ファンです。6歳の息子はサッカー選手になるのが夢らしく、まずは小さな体なのでよく食べることを頑張っています。長畑選手の勝負飯って何ですかという質問が来ているんですが、長畑選手に聞いてみました。勝負飯は2日前によく肉を食べるんだそうです。で、前日は試合に向けてがっつりは食べないんですって。2日前に肉なんですね。へえ、工夫されてるんだなと思いましたよ。19日は浴衣を着て応援に行きますと八重門さんいただいております。皆さんの応援がたくさんのパワーになるかと思います。ぜひ八重門さん、長畑選手たくさん応援してくださいね。